はい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 、こんにちは、くんです。ということで今回はシェリフ3人のヤバヤバ部屋です。みんな殺せます。で、シェリフ3、ナイス猫股1、占い1、技術者1、夜行性1のかなり超モリモリ設定です。おもろそう。はい、人狼側が黒猫、ヴァンパイア、クリーナー、エビルゲッサーで、マップがミラ HQ でやります。はい、バグらなければ、バグる可能性あるんで、まあ、ちょっとバグったらスケルトでやります。いきましょう。はいはい、レッツゴー。バグるな、バグるな。みんな何かしら役ある感じの村か。楽しいね、役があるってこと。いや、古いだろ。役があるといろんな戦略が見える。これスキンいかついな、これ。最高すぎ、それ。なんだろうね、なんだ。イマジンさん、このマップ狭い。イマジンさん、イマジンさん、あ、このスキン可愛くない？ダサい。は？ダサい。あ、おい。ええいや、今ベッド許せないでしょ。許せないでしょ。あれはしなくていい。許せないでしょ。許せないとか許せないとか。いや、許せない。いや、俺は許せない。直前で。いや、別にもうこれ考察しなくていい。もうディディと俺が一個だけ考察したいことあるんですけど。はい。ロッカールーム左の、わかる？女性室行く前の左下のさ、いや、トーマス、それ考察しなくていい。それ、それしなくていい。あ、オッケーです。それは、だって、鳴ってたから考察しないでいい。うん、レッツゴー。あ、そういうことね、確かに。はぁ、ノジェジャも死んだ。いや、ノジェジャがモンパイ焼き。何かしら1、死んでます。ノジェジャ死んでます。ノジェジャか。あ、ノジェジャバンプされたのか。うん、ナジェジャがバンプキ。キマジンさんは目の前で死んだから、なんかバタって倒れた。いや、倒れてない、ディディ。倒した。倒したね。倒した。これはまあ、彼は正義の流水が下ったか。何ってどうした、ウルルン大丈夫？なんかキマジン倒れたことになんかちょっと驚いてみんなウルルンに。今になって。何？めっちゃ高いんだけど、この人が。すごい。反応が。ノジャジャに入れたらいいんですか？みんなノジャジャに入れてる。まあ少なくともヴァンパイア出ないことは分かったな、これで。ノジャジャに入れたらいいんですか？ああ、バグった、これ。ああ、ぶっ壊れた世界が。スケルドで。せっかく暇人に引導渡してやったんだけどな。ねえねえ、可愛いって言わないのが悪いよね。もう一回やってやるか、あいつに。俺何度でもやるよ、同じこと。何、クンさん、そんな格好してたの？ミラ HQ がいけないのがクンさんがいけなかったのか。いや、金属で主である俺のクリーナー殺しましたからね、クンさん。いや、可愛いって言わないよ。やばいやばいやばい。ちなみに俺はシェフで両方殺す予定だった。おもろ。アケさんどう？可愛いこれ。これでいけるよな。いや、キモいっす。オッケー、取れました。可愛いかな、これ。いや、キモいです。嘘、絶対役ある。あ。おぉ、お前に占い師は務まらない。クルメイトだ。あ、クルメイトだ。さて、あー、このマップか。これ見ていいの？ダメだよね。ダメ。カメラはいいし。カメラはいいよ、見て。村地さん、可愛いかな、このスキン。マジやめろ。あのね、クルさん。ん？ここだけ、俺もシリフだ。え、可愛い？可愛いかな？困ったら紅茶に全部聞いて。あ、嘘嘘、うわー、可愛い。よし。アケンさん、これ可愛い。え、キモいです。最悪。ゴミ、マジでゴミ、ほんとゴミ。あー、そう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 。え、2個か。え、刺してる。え、いや、違う。いや、クンさんとアーケンさんが、クンさんがシェイフでぶっ殺しに出た。キャットファイトしてた。キャットファイトした、キャッツファイト。あ、じゃあ考察必要ないな。女同士の争いって。トマスイビルゲッサー、トマスイビルゲッサー、トマスイビルゲッサー、トマスイビルゲッサー。違います、違います。リーディーに俺は役職言っちゃった。え、ベノムさん本当にトマス君に入れたの？スキップで。じゃあじゃあスキップ。嘘ってことから嘘です。インケさんクリーナーね、インケさんクリーナー。了解です。あー、オッケー。インケさん、インケそういうこと言うからねえ、ダメでしょ。あ、イブリゲッサーさん、こいつ本物なんで抜いてください。こいつは抜いてください。こいつ殺してくれ。ごめんごめん、今日俺が変なこと言ったからだ、ごめん。面白すぎる。最高最高、マジですげえことになったな。そら占うわな。
ちゃんとちゃんとクリーナーだ。そうだな。確かに。空占うわな。空占う。でも可愛いな。愛くるしくない？アケさん、ほら見て。どう？アケさん。アケさん。怖いですよ。え？怖いっす。何が？怖い。まあそれそうだわな。32歳でメイド服着て可愛いって言ったら、それは俺も怖いわ。自覚あるじゃないですか。それは怖いわ。怖いっす。怖いっす。え、でも可愛いかなって思ってこれ。いやーまあ可愛いっす。よし、合格。そうか、白だ。怖い。死んじゃうよーん。引退しろ、お前。あ、今すぐあの真ん中行って自首してこい。あのセリフに呼びかけて死んでこい、お前は。どうしたん？おい！ちょっと待って、セリフ死んだ。ひまさん死んだ。いや。死んだ。マジさん、なんで死んだの？初めて通報した。え、あの、わぁ、頑張ったね。俺かウルンルー、どっちかにセリフって死んじゃった。いや、それはない。それはない。それ両方死ぬから。セリフ両方死ぬから。え、じゃあ何だった？え、何これ？何で死んだのこいつ？なんか弾けたんじゃなければ。バンパイア、いや、どっちかあ、バンパイア、ごめん、バンパイアとしか。どこから死んだから残り、バンパイアとイビルゲスターね。どこから暇人が来たとかわかる？はい。管理室で暇人と会って。うん。大体一緒にいた。そっか。そうか。他は、ね、バンパイアの死ぬまでの遅延は20秒だからね。だったら20秒だからね。イニン、ウルンルー、俺は無理。なし、トーマスも無理だ。え、でもウルンルーとさ、ヒマジンって一緒にいたんじゃないの？そう、一緒にいた。ベルモさんは？私、シールドにいます、今。ああ、いないね。10秒前ぐらいに。シールド。ウルンルー、大丈夫です。20秒一緒にいたとか。ベルモ、どのルートで来たの？私は、カフェテリア、管理室横の通路、保管室、通信前のシールドもルームです。じゃあ、すれ違えるね、ヒマジンさんと。まあ。俺は女の子の味方だぞ。ああ、オッケーオッケー。ウルンルー誰ですか？管理室でさ、誰がカードスキャンしてた人2人ぐらいいたんだよね。自分と誰かだった気がする。イニンもすれ違えるね。そうだよ。そこはでもつけられない。ちなみにトーマス君はすれ違えるのかい？俺はナッシーに、お前ここにいろ、ドンって壁ドンされてた、ずっと。ナッシー、ナッシーつろ、これ危ない。そう、ウェポンとナビゲーションでずっと壁ドンされてた俺。変だよナッシー、ずっと胸キュンキュンしてた俺。何言ってんだお前。誇張されてるけど本当にやったんだ。うん、そういう感じか。そういう趣味があるんだね。ウルンルー誰釣りたい？じゃあベノムさん。これ嘘でしょ。でもウルンルーが言うからそうだ。ウルンルーが言うな。これでもすげえ、なんか隠しろうかな。まあいいんだけどさ、進行してる。進行とかもできないから、もうちょっと待ってね。死体通報した人に権利をあげるしかない俺は。初めて通報した。ああ、うん、オッケー。俺ね、オッケーオッケーオッケー。何の確認だったの？いや、数を確認してたんだよ。そうか。あ、来るの？あ、さよなら、ベノムさん。僕は死にました。お負けだ。トマス君、トマス君来て。じゃあ、どうぞ。黒猫って。ごめん。ウルンルーさん、セリフですよ。そう、ウルンルーさんの刃が。あ、けどさ、これさ。ああ、やばい、神がいるんだ。忘れてた。運めっちゃいいな。神々か。いやー、運よー。あのね、めっちゃ運よかったな、今。ウルンルー噛むのちょっと申し訳なくなっちゃって、なんか近くで隠れて怪しいなし。よかった。ありがとう、ウルンルー、黒猫釣ってくれて。ウルンルーはよかった。何もわかんないんだけど。友人が、戦友が死んで泣く。セリフだったら、源氏のウルト先見ながら使おう。ウデン、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 死んどけよ、くらえ、死んどけよ。うわぁ、自爆みたいな技なかったっけ。ああ、誰か、ああ、いいのかな。とっておきいいとか。あ、じゃあ、とっておきいい。おっ、はいです。ミディ、はい、ミディ、ヴァンパイア。あ、そうだよ、今、お前、あんくやさん、剣族にしてるから、もう無駄だよ、もう。ミディ、ヴァンパイア、ミディ、ヴァンパイア。あ、いいんだ、アイスケだ、あい、4人目。ひめさん来て。ひめさんガチで剣族あげるから来て。I'll kill you。 これは議論する意味のない。まあ、なんかね、
ディディがかっこいい英語言いながらキルユー。キルユーじゃん。キルユー。負けるバカ俺したらさ。覚えたての英語を覚え、マジ勘弁してくれマジで。死んどるかな。めっちゃきつくなるよね。キルユー。あ、通報者が死にました。え、マジ？え、じゃあ、これ釣らないとやばい。バンペイヤです、バンペイヤ。あ、ベノムか。え、ベノムわかんねえ。下から来た、ベノム。これカフェテリアで起こってて、インカ転生と俺と、ヒマジンとディディでいて、インカ転生は上の方に、はい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 、のどっかに行ってて、で、ベノムは下から来て、だから、下から来て、速攻、ヒマジンとディディが弾けたのをベノムが通報入れたから、割と管理室保管庫あたりの人。管理室にいたのは、これアーケントウルンルー。どんどんじゃぐらいかな。じゃあ、ハウトのどれかだと思うけど。まあ、いや、うん、間違いなく下から上ポンじゃないと思うけどな。はい、なし下から来る。管理室から最初に出てったのがベルム。いやー、わかんねえな。そう、ボタン後に死んでるから、割と直近につけられててもわからないって感じ。で、村が三振で、まあ、眷属の可能性もあるけど、てか黒猫も死んでる可能性もあるから、うん、確かに、まあ、でも三人狼は確定で生きてると思うから、うんうん、9人ね、もう三人狼で9人番目、うん、眷属がいるかどうかってところ、眷属黒猫がお互いいるかどうかが分からないから、噛めないよそんな、占い師が出て、占い師が当ててるしかないんじゃないの、え、そう、占い当てて、2人当てればめっちゃ強い、占いは1回しか使えません、これでひまにさん占いだったらマジおもろいよな。あ、終わった。え、本当に占いいないやつ、ま、いないのかしら。あ、う、占い師よ。アテンさん黒です。アテンさん釣りましょう。はい。わ、ええ。もうただ。あ、あ、終わったわこれ。ヴァンパイア。あ、いやー。なし。どこや夜行性ですよ。あれ出るよね。なしは黒ですね。いやいや、え、抜けよ。え、何してんの。なに なんで抜かないの、そういうことじゃない、抜かないってことは、なんで抜かないのこれ、どう抜かないってことは嘘じゃね、抜かないってことは嘘だ、これ、あ、やっちゃった、奇襲、夜行性、あ、ナッシーだ、夜行性、え、ナッシーそういうことできる、ナッシー黒猫です、こっち、あ、そんな最初につけられてるの、これもう噛めないよ、もう噛めないよ、バカじゃん、そんな最初に、これ普通に神勝っちゃうよ、クーさん逃げればいいだけ、クー、うん、さんめっちゃ逃げてる、キモすぎ逃げ方、逃げガン逃げ、ガン逃げキモすぎだろこれ、いや、ナッシーやれなかったんだこれは、え、ナッシーやれなかったけど、ナッシーやらなかったけど、代わりに行った、イリがやれた、行ったな、これナッシーのせいだよ、だから、これ、イリに人狼だから、前も見たよ、これ、しかも前も見た、俺が人狼の時、前見たわ、出来起こさぬ近づいてきちゃダメだよな、人狼が、最悪だよな、これ、マジで、ナッシーもやれ、どうする？あ、するか、一旦、するか、あ、スーパーシェリフバトル、あれ、これ多分2人殺してるんじゃない、これ人外。ベノムさんさっき死んでる。じゃあベノムはさっきのか、クソ。俺が、ベントにいるナッシーを噛もうとして、あ、ナッシーが引っ込んで、近くにいたイニーに飛んだんだけど、イニーを殺せちゃった。ちょっと待って、待って、待って、なんでそんなことが起きちゃってんの、ナッシーが最悪って感じ。じゃあナッシーを釣ればいいよね。そう。え、ナッシー釣れるってことだよね。そうだよね。ちょっと余裕あり。待って、待って、釣らないで、やめて。違う、違う。なんでイニーさん違うんじゃったの、ナッシー釣る、あ、イニーさんが噛んめて、ナッシーが殺せるんだったら神じゃない。神。神殺せるはずだから。イニーが、いや、待って。イニーが可能性もある、神だったらもうゲームオーバーみたいなもんでしょ、これ。っていうか。そう、だから、だからイニーがまあ黒前提で動いて、もう。ナッシーが焦ってるってことは、普通にだって、多分。じゃない？人狼で一人死んで、え、ちょっと待って、これ誰かな、ナッシーが人狼でアーケンをスネコで見えてるだけじゃないかな、インテテイセは、そうか、ナッシー何、イビル使おうとしてる、ちょっと待ってね、イビルか、ちょっと待ってね、え、何、ナッシーイニンは黒だったの、え、もうなし、なんかここで口滑らしてさ、あーだこと言われるの嫌だから、いやいや、もういいや、え、待って、教えて、いいから教えて、あ、その陰キャさんが黒じゃない、あ、まあまあいいや、なんもない、ちょっとこれ教えるべきなのかな、
待って、全員入れてたよね、今、アーケンに、さっき。うん、入れてた。いや、人狼いたら多分キルしてると思うんだよな、なんか。で、そう、なんかもう RPP とかやってんならもう言ってると思うから。スーパーシリフバトル行われそうだなと思って。なんもないならなしでいいんじゃない？実験に。いや、でも普通に考えて、なんか、あれじゃない？なんか、神か黒猫か眷属じゃないの？黒でする？これ。いや、だって3人残ってたならなんかやるんじゃない？待って、もう選べない。占い師を持ち上げ3だ。投票間に合わなかった。おぉスキップ準備してた。大丈夫だよね。え、待って、よし、待って、間に合わなかった。自分に入れたつもりだった。インキャ逃げて、来て、インキャ。なんすか、なんすか、え、紅茶噛んで、紅茶噛んで、あと OK です。で、トーマス剣族。おぉ、出ないよ、俺マジで。しかもウルブルカンのこいつ、ロジャジャが何も言わないってことは、まあ、いい黒だったんだろうなと思って。ウルブル誰にやられちゃったの？いや、絶対神だよ、あそこでやるの神だよ。そう、だからバンパイア落としたら金属落ちるってわかるから。俺スキップの準備してたのに、押せなかった。これごめん、ごめん、ほんとごめん。いや、ごめん、ロジャジャ、反応はね、なかった。全部四国死んでた、ごめん、四国死んでた。クーさん釣ろうかなと思ってたね、ずっと。いやこれ、勝てるぞ。勝った。よし、勝った。よし、オッケー。ああ、よかったー。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。なんだよ。勝ち切ったー。絶対神だと思った。スキップ押せなかった。なし、やばくない？なんでやばい、やばいことはしてなかった。アーケンさんしたせいで人狼きつくなってんだよ。あそこは黒猫なら別に釣られていいだろう。あれはナッシが死ぬべきだ。ナッシでしたら黒猫だから終わっちゃうよ。いや、だからいらんことすんな。ナッシが黒猫で吹っ飛んだ方が神釣れるで。ああ、そっか。なんか言ってほしかった。ナッシさ、ナッシ噛まれていいよ。ナッシ初動で、僕黒猫です。弁当入ってまーすって言って、あの弁当ずっと入ってるの。それの方が強い、それの方が強い。あー、そうだ、僕弁当ずっと入ってまーす。邪魔だから、マジで良くないよ。オーケー。まあ難しかったね。いや、悔しいね。難しいか、ウルンルー。この思考読むのむずすぎるやろ。そうなっちゃうのか。でも、あ、黒猫です。黒猫なんでキルしないでください。僕黒猫です。よろしくお願いします。さようなら。俺も黒猫っす。めっちゃ人が通ってくる。あ、間に合わなかった。え、クーさん？あれ？え、今、おったくねえ。あ、待って、これ俺が死んでんの？誰も気づかない。俺多分死ぬわ。ごめんな。ベノムがヴァンパイアな。ロジャちゃんに入れましょう。ベノムヴァンパイアな。イディが眷属。トーマスクロネコ。アーケンクリーナー。ウルルーイビルゲッサン。ロジャちゃんをみんなで捕まえろ。やば。全員でノジャジャを釣りましょう。おい、どうしたいみんな。いや、マジか、お前。ベノム一旦アーケンさんじゃないの？なんでよ。いや、いいからノジャジャを先に釣る。いや、ベノム釣ったら、ベノム釣ったらヴァンパイアで。俺ら村が勝つのはイニが削れるから。全員ノジャジャ入れて。ヴァンパイア、ヴァンパイア、ベノム。だから人狼に釣ってやろう。ノジャジャ、ノジャジャ入れて。またノジャジャ入れて。ベノム、ベノムね、ベノムなし、ベノムね、分かってる、なし、分かってる。これも普通に5対5で負けでしょ。5対5で絶対釣れなくない？ベノムさん。ロジャジャが神ね。はい。なんか分かる。はい、おしまい。どういうこと？いや、それベノムとアーケンね、ごっちゃになってたからな。なんで黒猫です。いや、最初アーティン言ってた。みんなセリフ警戒。いや、無理、もう最悪。いや、俺もう絶対死んだから、あれ。釣るべきでしょ？アーケンさんじゃなくない？確実に死んだんだよ。え、どういうこと？死んだって何が？いや、ベノムさんがもう俺につけたと思ったから、絶対にあれで。
近づいてきたから。で、言っちゃったんだ。あ、もう、あ、もう死んだと思って、だからもう全部言うしかなかった。あ、バカすぎない。あ、誰が死んだ。証拠ないだろ。あ、なんで一応勝ち。え、なんでこれ鳴らすのってか。まあいいじゃない。あれどうする。じゃあ、陰キャ転生に入れるか。はい。通報したもんね。激しい戦いだったな。これ、PP? もう完全に、さっきの時点でもうそう。いや、もうさっきのあの、投票の時点でもう無理なんだよ。5対3、剣族、黒猫で5だから。あ、陰キャ転生死んだ。ヨゼジャが、陰キャ転生死んだ。ヨゼジャが俺に、バン。陰キャ転生死んだ。陰キャ転生死んだ。あ、OK。じゃあ、暇人入れようか。じゃあ、ベジがさ、俺にさ、剣族にしろ、剣族にしろって言ってそう、もう剣族いるんだよな。分かってんだよ、お前は。多分、本当に暇人でいいよ。剣族になって、多分、役ばらしたかったんだろうな。うん、けど、俺はもう、そそくさとイニンにつけてたから。やばくない？いや、おもろすぎ。おもろすぎ。いやー、ノジャジャク、勝てなかったね。勝てなかったね。悪いおじさんいるんだけど。やっぱ、神はちゃんとやんなきゃダメなんだな。ちゃんと真面目に神しなきゃダメだ。あ、まあ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 、関係ない、ほぼ関係ない。ああ、あれ、俺死んでる。え、これやばくない？なんかワンチャンなかった。ヌゼゼが試合を壊した。ワンチャンはあったけど。シリフ、シリフキルクールタイム10秒で人狼と一緒にしとこう。ナッシー、お前ちゃんと。マジで。ナッシーだと思ったから、もう無理だね。ナッシー、なんでマジで。使用したね。いやもう、だって絶対つけたと思ったもん、あれ。俺に近づいてきてたから。ちょっと言っちゃった。おかしい。絶対ヴァンパイア住んで、あの剣族も釣れる場面で勝ったのにワンチャン。てくれよ。マジで許さねえ俺。俺村のためにもなしを殺さなきゃいけない。あ、不動の人おるわ。俺は動かない。クン、アーケ。わかった？何が？クン、アーケ。ああ、俺はね、元占い師。マジで俺見て可愛いっしょ。マジでね、あの顔面平らって感じが印象するそれ。しねえよ。ふざけんな。ふざけんなよマジで。顔面平らって言ったら俺が殺した。そんな暴言。ふざけんなよマジで。なんだこのわけのわからない戦いは。なんだこのわけのわからない戦いはよ。はい、暇人が俺のこと顔面平だって言ったから殺しました。女の子にマジでひどすぎる。女の子に対しての発言じゃない。いいだろう、かめてるし。考察もしようがないです。占いいたら使っちゃっていいと思う。見てたのがディディと、ナッシー。ナッシー。はい。はい、占いで黒を当てれたら出て、あれだったらもう黙ってください。大丈夫、みんな生きてる？ヴァンパイアで死んでない？死んでないね。あ、死んでない。間違えた。お。え、何やってんの？ベノさん生きてる？うん、生きてるよ。おー。これ、ちょっと。何？まあいいや。まあいいや、まあいいや。ちょっと待って、次行くわ。え、何？大丈夫、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 次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 、大丈夫、本当に大丈夫。なんか1個入ってるし。こいつだろ。どうしようかな。本当に大丈夫。次が大丈夫なんだ。誰が大丈夫？さあ、どうだ？人狼の数は。あれあれ、まあ黒猫なんじゃね。黒猫か神神とか黒猫とか、まあいろいろあるから。これどこも閉まってて。何ベント見てんだ、なし。なし、何今ベント見てた。え、じゃあ、なんでだと思う。え、違う、クンさん、違うんです。これはそういう、そういう、なんていうの、あれがあるじゃないですか。その、世界の役職というか、役回りというか。あ、待って、待って、違う。じゃあ、待って、クンさんの顔はでも、フラットじゃないですよ。ちゃんと丸みがあって。いや、こういうことですよ。そう。はいはいはい。待って、短い、メルトダウンまでが。お前、ムカつく。あついてた。うえぇ、俺みんなが出て行ってから出るぜ。おい、出たい、出たいです。皆さん出たいです、僕。寄らないでください。寄らないでください。あ、和解したんや。あ、カメラ、今。あ、セリフだよ、あれ、あの挙動は。え、なんか、誰が突っ込んでって死んだ、今。多分、ナッシーがイニに突っ込んだ。いや、違う、ナッシーはね、あ、言ってもいいかな。ナッシー、傷つじゃないよ。え、じゃあ、イニがナッシーか？ナッシー技術者なんだよ。あの、俺の目の前でサボタージュで入ったから、人狼か技術者なのよ、少なくとも。どっちにしろ、弾けた時にキルワープなくて、イニとナッシーの2人だから。
めっちゃ委任がセリフだったぐらいだけど、委任がなんかトロールセリフしたってこと？うん、俺はあそこから出たい、みんな離れろって言って誰も離れないから使ったように見えたけど、俺はまあそういうことです。ひまげさんが黒猫だったってことでいいんですか？ひまじんが黒猫じゃない？ひまじんが黒猫じゃない限りだってもう終わってるくない？まあ神が、神をなんかあれしてなければ いるかどうかだね。あーでも一応言うか、神ケアでちょっと出るけど、俺はヴァンパイアで、相方の人に言うと眷属は死んでます。ああ。紅茶ウルンルのじゃ、うん、こうやってね、俺あーまあ別にあのあれやけど夜行性で、委任さんは本当に多分セリフ使ってると思う。え、神ケアで出た方がいいんじゃないか。うん、神ケア。そうや、なんで降りたよ。今の何か意味ある？今の俺夜行性ってなんかな、だからなんだよ。いや、出ちゃったの？紅茶さん夜行性。紅茶さん夜行性。紅茶かウルンル。あ、でも全然。あ、トーマスで神枠増やして、神噛むか釣れたらいいなって思う。なんでベルモ俺、なんでベルモ俺出てる？いや、神死んでたらいいな。まあ、役職さんもとりあえず人狼でしょ、だから今ので役職出ればいいんじゃない。トーマス人狼だからは、うん、俺は人狼ね。一回トーマス釣りで減らして噛んで、ベロムさんも人狼でしょ今ので。いや今の人狼じゃダメだよ、のじゃダメだよ、それ詰めたらダメだよ、のじゃダメだよ。なんで言ってんの、なんか俺、なんで俺のルールってなったの今。お前大丈夫か今の思考。えなんでどういうこと。まあそういうことなんだろうな。なんでトーマス君がわざわざ出たんだよ。じゃあおい、ベノムな、お前最悪じゃない？なんで出たの？なんでウルンルーと俺になったの今？いや、わかんない、なんでだろうね。あんまり好きじゃないのかも、私のこと。そんなこと言わないで、ウルン。いけ、乗せて、ナイス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 、これはセリフ？これやばいのがさ、セリフもさ、あの夜行性もバレてた。で、違う、ここでウルンルが黒猫って言うんだよ。だから、あれはさすがに、違う、いや、もう関係ない。だってクンさん、簡単じゃん。まあ、人狼1溶けてるから、あと残り1人狼。人狼2溶けたから、さすがに。1人狼って感じか？はず。1人狼を、まあ、神がいるかどうか。まあ、これで見て、まあ。見ます？一回スキップ？見るつ、まあ、まあ一人狼だったら別に大丈夫かも。ほぼほぼ一人狼コースでしょ。ああ、そっか。じゃあ、神の可能性っていう話か。いやー、人狼じゃねえ、さっきののじゃじゃのなんかやつは。さすがに、え、あれ神だとしたらちょっと。神ではないでしょ。さすがに神だったらなんかトロールすぎないあれ。人狼だと思うけど、いや、どうなの？スキップこっちゃどう思う？こっちゃどう思う？あれ、ベノムさんどう思う？あれは、はい、ベノムさんどう思う？あけんはいはいはい。これ神の可能性あるのウルンルーだけだから、ウルンルー噛むよ。あ、はい、わかりました。あの、ベノムは知らねえ、のじゃじゃベノムは知らん、ベノムは知らない。俺らの仲間じゃねえ、あいつあいつ俺らの仲間じゃない。あいつ黒でこうじゃん。いや、知らないけど、なんかよくわからんこと言ってる、なんか。え、ちょっと待って、紅茶お前なんで、え、そんなスキップ簡単に出してるの？いや、紅茶夜行性で、紅茶夜行性だから聞いてんだよ、ずっと。いや、もうウルル噛むしかない俺。なんでお前簡単にスキップ入れてるのか、お前スキップもっとやめろ、マジで。ちょっと、マジで夜行性なんもできないんだから。あ、俺が、あの、あれ入れるからね。アケさん、ウルル狙って。あ、わかりました。狙われちゃう。お任せください、はい。マジで聞こえてないんよ。あの、今喋ってるかもしれないけど、聞こえてないから、マジで状況分かれ。キルス、キルス割れよ。こうじゃキルス割れよ。神に勝たせろ。こうじゃ逃げんな。こうじゃキルス割れよ。お前、こうじゃキルス割れよ。あ、間違った。よし、いいぞ。よし、いいぞ。ねえ、ウルンル？ねえ、ウルンルさん。ウルンル？ウルンルさん。ウルンル黒猫？は？ウルンル黒猫なの？ゆあゆあゆあ。言えよ。だから俺が乗っ取りで、俺、そう、俺、ベノムが匂わせたから、ベノム黒猫なのかなと思ってたけど。ウルンルさん。神かよ。俺噛んでるようにないでしょ。あそこもう絶対黒じゃない。ウルンル猫は陣営の人狼陣営で。ウルンル今ここに。ウルンル昇進してる多分。声聞こえてる、声聞こえてる。あなたの弱さが。そのスキンが可愛いとうんぬん、マジでしょうもねえからマジでやめろマジで。ブスはブスなんだよ。暇人死ぬ。暇人もう遊べないよ。
アマンガス。やめて。でもアマンガス遊べないよ。あはいはい。引いたわ。待って。27。待って。ベノム下がれ。そうだな。下がって。おもんないって、おもんない、このゲームおもんないって、なんか転がってるけど、なんだろうこれ。え、待って、なんかさ、死ぬ、殺せるの早くね、10秒。いや、10秒、じゃあ、俺別に抜かれていいよ。まあ、RIP って感じかな。RIP。RIP。スキップ、スキップ。ああ、バンパイア。暇人殺せたんだ。神様。あ、クンさんが死にました。バンパイアで。オーケー。おお。ディリが抜かれました。もう。もう。あれ、イムジンさん。神なのに弱い。弱すぎる。俺打つしかなかった、ごめん。俺笑顔で、あ、クンさん技術や、俺殺されへんわ。後ろからビビッとバーン。意味がわからんこのゲーム。何がおもろいんだ。まあしょうがないよ。あ、怪しかったし、マジにさ、動き。いや、怪しくねえよ。動きおかしかったから。まあディディも抜くわな。うん、ちょっと怪しかった。言うたりするのちょっとありえないかなって。お前今から殺すぞって脅されてるのに逃げへんバカおらんやろ。シェリフ頑張ってくれ。確かに。クンさんがヴァンパイアで抜かれて、ディディがシェリフで抜かれてます。俺はちなみにスキップ入れてしまってる。僕も入れてしまってる。2、3。ヴァンパイア考察を落とせる人いないか、大丈夫。いや、わかんない。なんか最後、取ったしな、そこ。ヴァンパイア考察か。俺、誰がディディと関わってたか。あれ、クンさんないか。クンさんか、クンさんと関わってた人か。結構。ウルンルーシテンだとどうだった？セリフあと2人いるはずだから頑張ってくれ、頼む。まあ正直なんか釣れるこっから何の要素もないから、うん、釣って外して黒猫とか釣って外して黒猫だったらもう終わるから、スキル出すかセリフが頑張るかの方がいいよ。セリフが大事故するか俺らを勝ちに導いてくれるか、頼む。なるほどね。よし、任せたぞセリフ。任すしかないのか。でもヴァンパイアワンチャンなんか詰める説ありそうだけどな。その自分とウルンルーシテンだと。クンさんなんかずっと真ん中にいたからしくない、つけれるような気がする。これ9人やろ、9やから俺がセリフで言ったとして、これ村の勝手筋や。セリフ頼む、俺夜行性で何も見えてないから詰めるも何もない、頼む、マジで夜行性です。なし占い、あ、でもそれまだ頼む、マジで俺を噛まないでくれ。カメ、ベノムさん、黒猫、あ、もう見えん俺。何が、あー、え、何してんの。ベノムが今なんか、ベントの入ってた、入ってた。だから黒猫だから逃げたんだろ、もう。こいつらイライラさせんな。え、食えばいいの。どっちの殺すぞ。神だから。大丈夫、あもうリポタージュにだけは。ずっ、え、ウルヌーペよ、マジで。これ何、暇人の神なんだから早く神。これ何、ロジャガジンド、ロジャガジンド、マジで嘘だろ。ヤバすぎ、ヤバすぎるだろ、ヤバすぎ。なんでカマンバーミンで、だって人、まさかのハイコマンバーミンされたって気づかなかったんだ。ロジャガジンドです。私がルンルーも、まさかの敗北コース。あ、言わない、何も、なんでしょ、噛まない。ごめん、全部任せていいか、何も見えん俺は。トーマス君神抜いてもいいし、いや違う、いや神は死んだ。なんかさ、最後ベノムさんがさ、あ、神ケアする余裕あるなら神ケアの話もしていいけど、何が起こったのかだけ説明してくれ、頼む。いや説明しない方がいいのか。これトーマス君、あれ分かってんの、神って、神じゃない、人だと分かってんの。あ、いや、ノジャが、はい、私がノジャを、こちらがノジャ尋問って言って、え、お前が言ったじゃん、聞こえてます、自分で。ボタンを押した後の声は全部聞こえるからね。あー、オッケーオッケーオッケー。え、今何で言おうとした、え、何、トーマスに、なんで、あ、ノジャさん、いや、だから、あの、あ、なんで知ってるかって、ここで神警戒するやつ、お前が言ったからじゃないの。それが聞こえてると思わなかったってこと。待って、だから聞こえてないのおかしいなと思って。あれどうしたらいいの、これわかんないよ、何も。ごめん、じゃあ多分生きてる、なんもない、大丈夫。人狼の方、人狼ですって言ってください。かもしれない。何も出ないな。いや、大丈夫。ベノムが黒猫で殺し、死んでて、で、ノジャジャが、
あれ、ヴァンパイアで。分かったから、おめえが来んの。モルテーナーだったらよ、お前。見えすぎじゃないこれ。大丈夫、大丈夫か。いや、だって殺したもん、だって殺したんだもん。殺したから。あ、じゃあ俺は陰キャン伝説に体を委ねるわ。で、多分。全然場面が分かんない。で、いい。誰か黒分かってる人はいない。で、ウルルがセリフだよ。ウルルがセリフ。そうだよ。抜いてないってことはそういうことでしょ。もう私生きてるから。エビルグエスタ死んだ。じゃあ野じゃしがエビルグエスタってこと？あ、神警戒で抜けないってこと。抜いたら終わるから。ちょっと待って。あーなるほど。なんか誰かなんか言ってくれ。ちょっと誰かなんか言ってくれ。俺は何でしょう。スキップリーグか。わかった。あ、これアーケンだ。あ、これアーケンだわ。おいアーケンお前だ。おいアーケンお前だ。わかった。ベノムがなんで神かどうか言わないかずっと謎だったんだよ。なんで神ってあそこで言ったんだろうなって。あれは、ね、あそこのあのそこにあの場にいた3人に。このパッションを信じるしかない。何もわからないんだ俺。ねえ、もうなんで言うんだよ。理解してしまった。出てくれないんだよ。指で指で指で。何が出た？あと一人か。でも俺には。何？俺どうすればいい？いやでも。あそこか。俺に俺の仕事はこれだ。俺の仕事はこれ。三一で一個ずつ直したから。何も起きせず俺はこれを直すしかない。でも俺も直すよ。入り道に死体があっても俺には分からない。あ、行けた。お前ら先行け。お前ら先行け。お前ら先行け。俺のことダメでしょ。紅茶だ黒一。紅茶だ。紅茶だ紅茶直す。あ、あいつやあいつや。あ、まずいまずい。マジかよ。で暇すぎはなんかった。勝った。ええ。ここから負ける。ここから負ける。あもう無理だ。もう無理。よかったな。いやっとシリフマジで。シリフマジで。勝てると思ったのに。シリフマジで。シリフ。ああ多分だけど多分このゲームルール多分通報しない方が強い多分。マジでそう。通報しちゃダメ。通報しちゃダメ。俺やディング危ねえ。最後の最後に気づけたわ。井戸端会議して殺してやっていくべきな気がするこのゲーム。ベノムがあそこでなんか人狼に話しかけてた。次。ルルルと俺がセリフだから。うるさい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 。もうひらめきが市民を勝利に導いた。夜行性っぽい人いたらほっといていいよ。多分何もできない。確かに。うわ。あ、マジで。うわ、きついよこのゲーム。楽しくないよ。ああ、よかった。勝てるんだあれで。あれさ、えってことは、これ許される？許されるんじゃない？俺夜行性いじめよ。俺夜行性虐待するわ今から。それは俺夜行性を今いじめます。来ねえな。なんかそれ死体いや、めっちゃ殺されそうでやだー。めっちゃ殺されそう。殺されたいや、めっちゃどちらにつけられたような気がしたんだよ。いって、そう、クーさん来たな。あ不安にさん噛めたーあの、えっと、ナッシーが目の前で暇人を噛んでたのはそうで。でもこれナッシーセリフです。え、暇人が、あ、そうか。普通に死んでたの。だって一人消されてるよ、これ。3つしか見えなかったような感じがする。誰がだ、暇人さんがいて。確かに3つだった。消されてるはず。アーケンさんもいたような。トーマスかな、ケザンの。まあいいや。で、暇人の件の話から。暇人さんがウェポンルームから降りてきて、なんか、挙動不審だったから、そのままセリフで。やばすぎやろ、やばすぎやろ、無理。あの、多分なし、普通人狼だと。無理や、殺した後の反応が完全に人狼のそれだった。待って。この可能性もあるけど、なしがそんなうまいプリングで引いると考えてない、俺は。
他は他の話は全カブ、じゃあ何なし、何を根拠に暇でさんかんだ。いや、まあまあ、何もない、何もない、マジで何もない、マジで何もない。で、その話はもう良くて。良くない。いや、だからもうなし釣る確定でいいから、他の話進めた方がいいでしょ。あー、ケンさん、どこで死んだんだろう。ケンさんは、俺は最後の方で、保管庫で会って、その後シールドルームに行ったのはだいぶ前に見たから、ナシが右から来てるんだったら、アーケンさんもナシに噛まれてる。そんなに殺す時間ないんじゃないの。いや、結構ね、はや、あの、アーケンさん見てない。でも、それは前にやった。俺は。金属か、なんか適当に噛み破ってるってこと。でセリフでナビゲーション前いましたよね。あ、俺はいたよ。いたよ。さ、下から来ましたよね。いや、違う。俺、ウェポンルームから来た。え、カブエンジンから来ましたにした。いや、来てない。カブエンジンってなんだよ。で、何言ってんだ、こいつ。ナビゲーションにカブエンジン。ドルームじゃなくて。いけないよ。あ、最後はカブエンジンね、俺の。あの、原子炉のところ直ったから戻って。だからまあ、アーケンさんが保管庫からシールドの方行ったから、そっちの方で殺したのかなと思ったんですけど。てか、紅茶のカメラ、紅茶の後から俺下から来た。あ、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 まあ、あ、あ、じゃあ占いしようじゃん。占いできんじゃん。あ、じゃあ、じゃあ、でも、やめた方がいい。え、普通に、いびげで抜かれたんじゃないですか。いや、いびげで、スキップ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 、ガチシェルフってこと？いや、違う違う違う、そうじゃなくて、いびげで黙らせられたんじゃねえのっていう。なんか、あ、黙らせられたのか。いびげで、いびげと思わせたみたいな。いびげだったら、わかんのかな。あと、いびげ、あの、シェリフがどれだけ頑張れるかの試合だよ、マジで、これ。シェリフ以外、なんか、陰キャ転生だけど、ノブじゃん。陰キャ転生は勇気を持ってやる男だ。え、なんかさ、あ、ないっすね、猫また。マジで、そこら辺の雑草ないけど、存在価値ないけど、このゲーム。まあ、ヴァンパイア分かったら、イビルゲッサーは抜けるか、マシのこと。ヴァンパイアは分かるんじゃないの。でも、ヴァンパイアが分かっても、イビルゲッサーが分かんないという意味だとね。そうか。まあ、よく分かんない。ヴァンパイアが誰か知ってたのかな。だから俺に今つけた。ついてないよ。じゃあ10秒数える、ここで。10。今つけた !10! 今だ !10!9! あああ、上だった。俺じゃなかった。でした。いやー、そっち誰か近づいたかわかんないな。見てなかった。陰キャ転生のことしか見てなかったな。っていうこと？え、いや、俺がつけられたと思って10秒カウントしてたら普通に上にいた紅茶がかかづけた。上左から来たんだよな、紅茶。確か左、最初の右と左どっちに行ったか教えて。のじゃじゃが下、陰キャ転生がそのまま、ベノムが右、ウルムとディディは。私は保管室、電気室です。普段無理。俺は保管庫、シールドルーム、ナビゲーション、ウェポン、カフェテリア、今、上部エンジン通って、十字路。てか、これさ、まあいいや。まあいっか。別に何でもないや。多分、黒猫は死んでる前提かな。あ、ぽいね。言わないってことはそうじゃないかな。あとは、眷属、黒猫は死んでる前提で。まだ作ってない、眷属。死んだぞ。いやー、まあ、最初4人死んでたしな、まあ、全然噛まれてるか。うん、黒猫も噛まれてる可能性はある。ルル黒猫だったりしない？俺人狼なんだけどさ。いや違う。あの黒猫は強心能力あるので、誰が人狼か分かるで、さすがに。誰も何投票？もうこいつ釣ろうぜ。意味が辛すぎるだろ。何投票だよ、じゃあ教えてくれよ。何入れたの、マジで。俺はピカチュウに入れた。まあ、意味わかんない。いや、違くて、一応つけれる位置ではある。まあそうだね。てか、なんなら一番怪しい。てか、あの、俺と流れ的にディディ説明すると、入れた位置が紅茶、陰キャ転生、俺、野じゃじゃの順番にいたから、野じゃじゃ目線は、野じゃじゃもいたんだ。いや、野じゃじゃが下にいた。下、俺の下、俺、左上に陰キャ転生、その左上に紅茶だから、俺がつけてそのままにとどまらなくない。多分普通にさってつけてどっか行ったやつだと思うよ。そうなんだろうけどな。みんな何入れたのこれ。陰キャ。あ、終わった、終わった、終わりです。え、何してんの。ガチずられ。俺はピカチュウに入れた。のじゃじゃに合わせて操作する。のじゃじゃ入れて、のじゃじゃ入れて。いや、陰キャ入れちゃった、普通に。神だよ。誰が、陰キャ転生が。俺、俺。は、ディディが神なの。え、どういうこと。神って何。何、どういうこと。なんでディディが使用したの。なんでディディが神使用なの。本当に神じゃない。俺全然何も嘘ついた。私何も聞こえない。今何も。こいつか。ああ。で逃げろ。やばい。暗くて。なーい。あ、無理だ。ああ。よし。いや、そう、いや、意味わかんないよな。いやー、ごめん。イニ、殺しちゃった。
なんかいや何もできなかった。あれ闇討ちされた俺。いやなし、自害ないっす。あの CO されてる方がやばいから自害ないっす。なしなし、誰かに神打ったって言いながら死んだ。いやなんかそれまずなんかナイスネコまたでいけたら神打とうかなって思う。何言ってんだこいつ。さっき神あの場面はもう一人落とせた。あ、そうなの。あれ一応一つ抜く縄の余裕あるからさ。いや厳しい終わり。いやあそこからだってルールが終わるよ。ルールが天性に入れたのはしょうがない。夜行性だから。速攻死んでた。夜行性人権ないからこのゲーム。よく分かってないから。夜行性マジ人権ない。ね、お前がなんか言わないとダメでしょ。普通にノジョジョだろ。てか陰キャ天性がノジョジョ見える位置だったんだよ実は。見えるでしょ。天性見えない。せ。えだってここにいてでしょ。いやだってクラさん見てたもん。俺もヴァンパイアの話で知るかよ。おい粘着すんぞ。ね、おいあんまそういうこと言うんだったらお前ついていくか。俺が死んだらトーマスでーす。なんもないなんもない。何なんもないなんもない。何やる。何なんもないなんもない。キマジンさん何お前神だから逃げてんの。もしかして神様逃げてる。何お前なんだよ役職。普通にナイスネコマタ。いや普通じゃないんですよ。タスクマスターなんだ。ナイスネコマタです普通に。え本当だな。じゃあみんなに聞いてもらうぞ。ネコマタさんいませんかって。いいよトーマスくん。はーい。キマジン陰キャ転生。あええ今言った。え今言ったじゃん。え本当に意味がわからない。いや、つまらないこのゲーム。え？え？おいおいおい。残虐の限り刺されたとしても俺ら白だから兄弟できるよマジで。いやでも俺ら互いに白は取り合えてなくない一応。まあいやでも周りで残虐の限り尽くされてたら話。まあ無理でしょうよね。オッケーオッケーオッケー。ありがてえ。あ、めっちゃ天性。こう。陰キャ転生？え、どこで死んだかも誰もわからないやつ。そういうこともありますよね。陰キャ転生初動どっち行ったの？ん？これなんの通報？これ陰キャ転生の通報？いや、そうじゃなくて。俺が初動左に行ったら、うん、あの上部エンジンのあのあなんだっけダクターあるじゃないですか。上部エンジン。うん。だからアーケンが出てきたように見えたから。出てきてない出てきてない。じゃあシリフの人噛めばアーケンのこと。確かに。うん、そうだね。それを紅茶と話してて、あこれ死んでなければまあアーケンつってもいいかねっていう話でちょっと教えてみました。黒猫の可能性もあるんだったら。俺は見てないけど。今日はどこに行ったかわかんないけど。知らない俺らは、まあ、ずっとカフェテリアで喋ってたからそこは知らない。プロ噛まれてる。開けさつる？釣らないんだったらスキップ入れてほしい。スキップでいいんじゃない。セリフ任せで。スキップでセリフ任せでいいと思うけど。いやマジで。まあいいや。マジでインキャさんはマジでどうなの。いいやなんだ。いやもうなんかわかんなすぎて。インキャさんはあんまりボタン強くないと思うよこのマップ。ボタンマジで弱いから押せればいい。だから死んでなかったら釣ろうかなと思っただけなんですよ。ああ死んでたから。そう壊してない。ずっと元気だったな。元気は分かんなすぎる。次9で縄変ないよ。ん？あ、暇人か。アケンつっても縄変なかった。つってもよかったな。セリフです。え、俺がセリフ。陰キャ噛めました。お前もくそ。セリフです。陰キャ噛めました。通報したら多分セリフ読まれるので、ほっときました。これで多分分かると思う。もし当たってたら。あ、おぉ人狼持ってけた。あー、ナイス。あ、それはナイス。あ、なんか。ん？下？あ、下か。あ、猫股っています。猫股っています。あ、猫股っていますか？猫股？猫股さんいる？猫股さんいますかね？え、猫股お前。あ、何？そうです。あ、分かった。猫股ってこのルール一人だよね。ひまじんさんが猫股って言ってるんだよ。ああ、じゃあそれ殺すね。じゃあひまじんさんのこと殺すね。ひまじんさんで俺が解けたら紅茶人狼だから。ひまじんさんどこだろうね。探し行こうぜ。ん？くんさんセリフ？あの、ナッシーが多分俺のこと黒猫だと思って。だって通報やめて、通報やめて。通報入れんな、通報入れんな。はい。通報やめる隊ちょっとすごいて。こうちゃんずっと通報やめろって言ってる。はい。
ファイナル2ファイナル2ファイナル2なしなし。あ、アーケーさん僕本当に白なんだけどどうすればいいんだろう。死んじゃったのかな。アーケーさん役職は僕は普通に夜行性。僕何も見えてないんだよね。だからで上で通報やめてください。あ、待って待って待って、アーケーさん釣ってください。いいいいからアーケーさん釣ってください。終わった。最悪だ。なんでいや多分人狼だと思う。なし。え、じゃあアーケーさん、アーケーさん釣ってとりあえず。なし絶対人狼。え、ちなみにアーケーさんはどうした。待って待って待って、とりあえずなしる。なしなしでしょ。なしなしるなしるなしる。スキップ入れます。いやもう全員スキップ。え、なしスキップ入れないやつ人狼。スキップ全員スキップ全員スキップ全員スキップ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 。なし人狼ね。入れてる入れてる。どういうことや。許された。いやこれやば。許された。これシェリフなし噛んでいいんじゃねえか。いやなし噛んでいい。噛んでいい噛んでいい噛んでいい。ちょっと待って待って、移動しないで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 。あ、神買っちゃった。ナッシー夜行性。え、じゃマジでそれで。え、え、じゃアーケンさんが、アーケンさんが夜行性って言ってきたから。え、じゃあ、え、じゃあナッシー、マジでないじゃん。マジで言ってる。ナッシー、ナッシーさん本当にごめん。ナッシーさん、だって俺意味はな、俺本当に理解ができなかった。いや、いや、あのね、イマジンさんは猫股だ、紅茶が猫股だからもう噛んだ。そう、分かる。アーケンさんに剣族にしてもらったのは分かるよ。でもアーケンさんがさ、暇人陰キャ転生って言ったのに、暇人陰キャ転生って聞いた瞬間に剣族で俺を噛んできたんだよ。そう、言った瞬間に、あ、もう一人いる、ガブー。共有されてないんだったら分かるけどさ。プレイがしましたね。マジか。本当だ。やるなぁ、なんか、なし、なしすごいなぁ。セクタムセンプラー。また今度お前か。セクタムセンプラー。ウィンガーディアム。リビオサウィンガーディアンアバンダケダブラ。いや違う、アバタケタブラって言いながら誰か。アバタケタブラ。あー、死の呪文ね。死の呪文唱えたんだ。これさ、詰めなくていい。普通に、いやもう、まあいい、スキップ、それやったら村負けるってわかんないの。いや、スキップ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 、急いで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 。これ待って。待つな待つな待つな。え、あの、ナッシー、神なんで、ヴァンパイアの人はナッシーのこと眷属にしたら、これ、PP で勝ち。あ、ナッシーさん、殺されますよ、マッチャー、これ。シェリフで、なんで？シェリフで殺されるよ。あ、そっか、シェリフで殺されるんだ。え、マジ、え、頭は悪すぎない？マジで、あの、ガチで。ちょっとおもろすぎる。マジで。え、どういうことなの？ナッシー、あ、そっか、シェリフで殺される。ナッシー、ちなみにヴァンパイア誰？面白すぎるな。待って待って待って、紅茶、紅茶待って。わかった、情報売るからさ、それでなんとかしようよ。教えて、教えて。待って、情報売るから、一旦待って。人狼は、人狼、まず一人目のじゃね。のじゃ。そう。待って、剣族にして、剣族にして。ダメだよ、紅茶甘え見せたら。剣族だったのに。ないの、俺貸したいから。はい、アーケン紅茶。あれ、これ待った方がよかった。ん、どういうこと？何これ？え？ん？なんかナッシーが勝って。ナッシー生きてんじゃん。紅茶は。もうセリフいないんで。ただセリフいないからナッシーのことをこううまいこと剣族にしたら、あ、剣族のアーケンさんだ。アーケンさん剣族になってる。お前な。俺このアモンガス楽しくないかもしれない。やばい、このマジ
やがんねー。え、ナッシー何がしたかったんだお前は。え、ナッシーはだからその、なんていうの、ナッシーがこう、眷属になったら PP できるじゃん。絶対ナッシーに勝たせたくないんだけど。ナッシー勝たせたくない。ごめん、あの俺も協力する。ナッシーに入れた。別に普通に釣ろ、こいつ。てか、あの、イビリゲッサー生きてるんだね。うわー、イビリゲッサー、ありがとうございます。ありがとうございます。言葉失った。スキップかな。あ、はい。え、まだルンルさん黒猫って自分言えばいいのに。じゃあなんでルンルは言えないよ。ルンルは言えないよ。わかんない。あ、シェリフ全部死んでるのか。え、シェリフ。シェリフ全部死んでる。初動で人抜けです。グロ死の呪文のせいで。グロ画像なんだけど、この瞬間マジで。グロ画像注意。あんまり終わってる。いや、シェリフは理論値引くか最低値引くかだからな。いやギャンブルギャンブル。バクチーなマジで。なんかナッシーはすごいやつだ。本当に神。あれってゴッドオブアマンガスでしょ。ゴッドオブアマンガス。マジゴッドオブアマンガス。ゴッド。終わったわ。サーブの回。アマンガス。ああ終わりかな。走ろう。サーブです。シェリフで行け。あでもいないですよ。サーブも行ったのかい。こっちに剣族にする方は。ごめん。あー、うちの黒猫か。本当の神様。いや、ナッシーすごい、なんか2023年アマンガスプレイヤー大賞1位になれるかも。ナッシー。誰も思いつかない。すごいよ、なんかナッシーね、ナッシーマジでアマンガスの動画の要でしかない。なんかナッシーいなかったら淡々と、うん、はい、はい、じゃあベノムスにね、みたいな感じでなってるところが、なんかトラブル、ハプニングの連続みたいな、なんか。そう。ラス1。はーい。もう一回、シェリフ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 、ナッシーと別人。それはそう、そうであってほしい。頼む、シェリフ、別人へ。頼む。で、ナッシーと違う陣営の可能性もある。早い。いや。これ、イニシー神なんだけど。これ、ベノムさんが結構イニシーくれたら始めるよ。イニシーで、なんでしょう、トマス君。キルクルダウンリセットじゃない、みんなとお話ししたいなと思って。あー、なるほど。オッケー、トマス君です。二度と喋らせないでしょ。あー、ナシナシ、ナシ、神様だったりする？ナシ、トマス入れて、ナシ、トマス入れて、ナシ、トマス入れて。待って、トマス君は入れないよ。で、神でもない。あ、これで俺入れたやつ全部黒です。あ、これで適当に入れたやつ黒だから、シェリフ頑張れ、抜け、頑張れ。お、要素出してやったぞ。よし、行け、シェリフ、お前ら、羽ばたけ。本当？羽ばたけ。本当？が抜いてくれ。最高。よし、俺は。そう、ゼロベースでやったら、なんていうの、信じてみようかな、トーマス君の言葉。おい、出た。あ、なし。なんもない。なんか死んでた。もう、マジでずっとおもんないって。スキップ。やめようか、つまんねえし。知ってるのは誰が知ってるの、そのね、トーマス君の足元に死体があった、俺を見たら。いや、違うよ。そういうことがあった。まあ、いろいろあったんやな。そこスキップ、そこスキップ。これじゃないよ。は、どういうこと？いや、普通に、まあ、あんま考えなくていい。いや、これスキップしてから考えればいい、別に。これじゃないよ。どっちだよ、それ。要素出したのが役に立ったのか、これは、果たして。あっ、すげえ。あっ、はい。ナイスナッシー。あっ、やったー。そうなんや。いやー、どうしよっかな。あ、アケンさん？なるほど。やってくれたな。イリくーん、クンさーん、クンルさーん。あいつ怖すぎ。おっちゃん？どうしよう。あれでしょ、技術者でしょ？俺、占いね。こっちだろ、見たの。アケンさんリアクターで噛んだらリアクターで。うわー、マジか。俺に入るか。クンさんも死んで。おもんないね。原子炉の中で死んで。俺に入った。で、俺こうちょっとガツガツにライン繋げるけど、俺が噛めないのは100わかるよね。まあそうやな。で、原子炉の中に、まあ下とかは上切り映ってないけど、誰もいなかった。ナビゲーションにいたんだけど、
クンさんが通って暇人が引き返したのは見えた。そう、俺追ってて、うん、で一緒にクンさんといたのは俺と上まで行ってた。クンさん、クンさん上抜けてったよ。じゃあ一人ずつ聞いていくか。ナッシーどこ行った？だったらナッシーは保管庫行った。うん、誰かと取り合える？あ、ナッシー？いや取り合えない。はい、ディリーも保管庫、ね、いやそう、ナッシーグレーだから。俺違う、カフェテリア行って、保管庫行って、うん、ルンルートとか喋って、うん、ムジャと右側行って、うん、ナビゲーション前で俺は右行ってないけどね。あれ、あそこ右行ってない前。俺は管理室行って保管庫行って電気室でタスクしてて今保管庫。ウルルはどこ？はいはいはい。私カフェテリアでこじゃこじゃした後そのまま保管庫。いや左。左は何だ？開けさんは？左行ってそうそう。電気室。開けたま？電気室行った？この電気室の、うん、そんなに行ってない。保管庫の。大丈夫、開けさんは見えてる、ね、電気室行ったよ。あれ？ノジャ？いやー。ノジャ管理室。20秒だよねこれ。20秒だね。いや、俺は知らん。さんが今死んでるのバンパイヤー。急に片言になるやん。ベルムと暇人がナビゲーションに行って、ウルンルーさん。俺目線ウルンルーさんになるよ。え？ベルの。いや、ウルンルーは保管庫にいて。一回全スキップして、俺が試す。お、うん。早くスキップ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 して。それさ、別に早くする必要ないじゃあ早く早く早くスキップ人が試す。俺が試すって言ってんだからと思う。ふざけんなよ。ねえ、暇人くん、同じ思んない、ふざけんなと。ルンルつってもいい。いやでも釣れないから、スキップだマジで。おいと、いや最高最高の死に様だ。ふざけるなよ、早くスキップしろよ。今の暇人の焦りを、命を何だと思ってんだ。後に気づいたんだよ。暇人さんの意識を。これ誰？これクンさんじゃない？これヴァンパイアやろ。これクンさん、この色か。みんな離れて離れて離れて。離れて離れて。ああ。ナッシさん。ナッシもセリフなの？ちょっと想定外すぎる。意味わかんない、意味わかんない。なんて？どういうこと？待って、意味わかんない。ナッシが開けたウルンルを噛めた。で、そのナッシーをディディが噛もうとして二人とも飛んだっていう風に見えた。俺はウルンルは普通に黒だったってこと？まあそうだろうね。か神か、か黒猫か。で、あとは原子炉で噛んでる人なんだけど、容疑者がアーケンのじゃじゃね。俺は行ってないってだから。だから電気室に行ってたんでしょ？うん。うん。全然嘘の可能性もあるよね。アーケンは俺のこと電気室で見た？いや見てない。僕一音くんのタスクで真剣にやってたからあんま見てないかもしれない。ベノムがナビゲーションにいてるから証言合ってるし、まあセリフだった暇人さんも言ってたから弾いて、アーケンのじゃじゃの2択ね。じゃあのじゃじゃになるな。1/2。アーケンさん目線はそうで、他って絶対ありえないの。紅茶はどこに、うん、ありえない。俺とずっと一緒にいた。まあありえへんけど、ヌジャジャニーだよ。一人狼が死んでる踏んで、あ、ちょ、待て。いや、1は落ちてんじゃない？ 2も落ちてるんじゃないかな。じゃあ、ウルンルー噛めたの。もう言うしかない。神いたらどうしよう。あ、いいよ。俺夜行性でアーケンのこと見えてないから、だから何も言えない。あー、本物っぽい。眷属の可能性はあるけど、まあ。保管庫もナッシー言ったって言ったけど、俺はウルンルーとしか歩いてなかったから分かんなかったし、ナッシーも。いびげ抜かないんだ。アケさん、アケさん入れるか。どこだろう。アケさん。抜いてくれさ。アケさん。おっしゃー。アケさん、トーマス君に入れて。はい。ナッシー上から攻めない。トーマス君先輩だもん、考えても。早くこいつがスティック入れなかったのが悪いだろ。クンさんも入れてあげよう。危ねえ。分かんなかった。クンさんは死んでたの。死んでるな。これ殺しておらんからな。死んでたのか。役出させないほうがよかったな、やっぱり。トーマス君が悪い。いやでも俺多分のじゃじゃに言ってたなぁ。俺をムサムサ殺しやがった目の前で。トーマス君が紅茶か、あいつが眷属か、どっちかなんだよな。猫ちゃんセリフ落ちてるんだもんね。さあ何をしてるの。アケさん早く殺して終わろう。なんかのんびりしてるの。終わりだよアケさん、のんびりしてる時間じゃないよ。アケさん、やっぱ言ってあげてください。いや分かるよ、分かる。あの急ボタン押したら死ぬよ人が。ルルさん、分かる。ポタージュでリアクター入れてあげてください。ポタージュ終わらないんだけど。
トーマス君勘で終わり。左左方がいいんだ。ちょっと俺でいいよ。チョコトーマス君勘で終わり。またった。俺が技術者で紅茶が占いって言ってたから。それでそうお互いで白それやってたから。えこれボタン押させてよ。直してくれたボタン押して。オッケー。あ最悪だ。くさ。いやー、誰か。トーマスくん。トーマスくん。お前面白さとって人の命が失われたんだぞ。お前勝った試合なのに。ごめん。ごめん。早くしろー。早くして。固くなって動かす。そんなに弱せしなくてもいいじゃん。ちゃんと腕組んでたから俺。速攻スキップ入れてくれたらさ、もうイブリゲスさんもわかるからさ、もういけるじゃん。おー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 。だってDDもなしに使っちゃったが、他にもセリフいるよなって思っちゃった。ごめん。思ってたけど、まさかあれなんでこいつがなって。泣いちゃうよ。俺もクリーナーでさ。GGです。